あのホースト選手をね倒したっていうのはね、あの時のね感情を彷彿させるようなね。親方の明日やろうはバカ野郎。はい。はい、こんにちは、親方です。今日はね、ノッコン寺田さんとね、アンプルキア選手のね、戦ってんのね、ちょっと私見ましてね、そのことについてねお話ししたいと思います。ノッコン寺田さんはね、ラグビーの人でね、体重がね150キロあるそうですよ。アンポ選手はね70キロなんで倍以上ですよ。いやー、まあ格闘技においてね、もう倍以上あるって言ったらね、相当なもんですよね。まあちょっとね手抜いてやるのかなと思ったら、もうアンポ選手ね、二段蹴りもやったりね、胴回し回転蹴りも出していたし、まあまあ、あの 体重差でね、まあノッコンさんもね、パンチでねグン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 言ってたんでね、まああれのやられちゃうとね、まあ本気で行かざるを得ないですけどね。でもアンポ選手もね70キロでもやっぱりね、チャンピオンですからね、やっぱり蹴りもパンチもね相当なもんだと思うんですけどね、前蹴りやってもねやっぱりびくともしないしね、やっぱりねラグビーの選手っていうのはね、体がやっぱりね強いんですよね。もう筋肉の塊、筋肉の壁みたいなね、まあ、ほぼ塗り壁みたいなね感じですよ。なんかこれを見てたらね、昔 K1 でねボブ・サップ選手とね、アーネスト・ホースト選手とね、まだボブ・サップ選手がね、ガン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 行ってた頃ね、あのホースト選手をね倒したっていうのはね、あの時のね感情を彷彿させるようなね、勢いでしたよ。やっぱあれだけね、ノッコンさんみたいにね体がしっかりしていればキックボクシングをね経験者なくてもガンガン来られたらね、もうひとたまりもありませんよ。それをね、アンポ選手ね、やっぱうまくかわしながら、やってましたけど、でもやっぱりね男なんでしょうね、もっとまあ距離を置いて立ち回りながらなんてできたんでしょうけど、あえてね、まあ、好勝負やるところがやっぱね、男だなと思いましたよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしています。まあ、これでねなんかね、アンプ選手のことをね、大したことねみたいなね、言ってるコメントとか見かけましたけどね、バカ言っちゃいけませんよって私は思いますよ。この人たちのね強さは本当にやばいですからね。やっぱりねこうここまでのレベルになるとね、パンチ力キック力だけじゃなくね、やっぱりね当てるタイミングとね当てる場所がねものすごいんだと思うんですよね。私もね以前ねちょこっとだけねアマチュアでねやってた時があったんですけどね、その時ねプロのねヘビー級のね選手とね軽くねやってもらったんですけどね、私はね人とね向かい合わせてね、これ本気でやったら死んじゃうなって思ったのはね、あの時がね初めてでしたよ。まあそれぐらいね、はい、プロの人たちっていうのはねすごいんでね、まあコメントでねおかしいこと言ってる人もね、まあ、実際やってみれば分かると思うんですけどね、あんまり変なこと言わない方がいいと思いますよ。いやしかしね、まあ、昔はこういうの考えられませんよね、ラグビーの選手と K1 選手がねこういう風にやり合うなんてね、体重も倍もあるような人たちがね、
今ね、面白い時代になりましたよ。これを見てたらね、私もなんかね、ちょっと燃えてきちゃいましたよ。私のね、右ストレートがね、火を吹くぞみたいなね、なんてね。まあ以上です。ありがとうございました。ヘルメットよし、安全帯よし、足元よし。ではまたお会いいたしましょう。バイ。